皆さんこんにちは。猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。医学療法士の小峰武明です。今日はですね、上半身を使った体幹のねじれのワークをやっていこうと思います。上半身の動きを使ってですね、ここの肋骨をですね、しっかりとこういう動きですね、ツイストさせていくようなワークをしていこうと思います。こう肋骨というと大体こう上がったり下がったりのイメージが強いと思うんですけれども、実は左右がですね、反対側の動きを作り出すっていうところがですね、実はねじれの動作の中で起きているので、この手の動きを使うことでですね、肋骨のこういった動きを出していくことによって猫背改善にもつながりますし、運動パフォーマンスの向上にもつながっていきますので、ぜひ動画を見ながらですね、一緒にやってみてください。それではですね、まずやり方からお伝えしていきます。手のひら下向きの両手前ならえ、左手水平面上をそのままぐーっと動かして、できるだけ後ろに持っていきましょう。前にある右手は内側にねじるように、そして後ろ側にある左手は外側にねじるように、手のひら天井を向けるようなイメージですね。そして目線は後ろの左手を見ていただいたら、両手でぐーっと引き伸ばすような感じ、こっちとこっちで綱引きで引っ張り合うような感じで、手と手の位置をぐーっと離していきましょう。離した状態で10秒間キープします。ぐーっと伸ばして10秒間、そしたら戻していただいて、反対も同じように行いましょう。右手を後ろに持っていってもらったら、前の左手は内ねじり、後ろの右手は外ねじりで、ぐーっと引っ張り合って10秒間保持です。ではですね、これを左右3回ずつ、合計6回、皆さん一緒にやっていきましょう。ではまず両手前に出して、左手後ろ、内、前の手は内ねじり、後ろの手は外ねじり、10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ゆっくり戻して反対です。右手外ねじり、左手内ねじり、遠くに伸ばして10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、戻して反対側いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、戻して反対です。左手内ねじり、右手は外ねじり、目線は右手、10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、戻します。左手後ろ、右手は内ねじり、左手外ねじり、10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、戻します。ラスト右手後ろ、左手前、しっかりとねじって10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ゆっくりと戻して、手を楽に解放してください。いかがだったでしょうか。結構ね、この辺がぐーっと胸が開いたりとか、背中がポカポカしてきた感覚、そんなのをね、感じた方多いんじゃないかなというふうに思います。立ってやるワークがですね、かなり余裕があるよという方は、ぜひ座ってやったり、もうちょっと難易度を上げたい方はですね、正座をしてやってみていただくと、かなりですね、難易度が上がっていきます。立ってやるとですね、骨盤のこういったねじれで動きを代償することができるんですけれども、座ってしまうと純粋な背骨の回線ですね、ローテーションで今の動きを作り出していかないといけないので、かなり大変なワークになってくるかなと思います。ぜひ椅子に座ってやってみる、それでも余裕がある方は続いて正座の状態でやってみる、こんな風に少し難易度を上げて皆さんチャレンジしてみていただければと思います。今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタンを、そしてご自宅でですね、簡単にできるようなこういったワークアウトをですね、オンラインのトレーニングルームにみんなで集ってですね、ワイワイ楽しく運動しよう、
健康習慣を手に入れよう、そんな企画を実施しておりますので、ぜひですね、下の概要欄からですね、チェックしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。